海上保安庁がついに尖閣での中国海警局の活発化を抑止として海上基地の機能を持たせた超大型巡視船建造計画の情報をキャッチしました。今回は海上保安庁が超大型巡視船建造を計画している内容について詳しく見ていきますね。黎明型の4倍以上の大きさとのこと。中国海警局もビビる大きさでしょう。もしや全通甲板になるのかも気になるところです。2024年6月7日、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶の4隻が同時に侵入する事態が発生。当日の午前中から午後にかけての延べ2時間余りの時間をかけて侵入した後、日本の領海を後にしたと報じられた。日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶が侵入したのは、今年2024年に入ってからは、これで通算17回目を数え、尖閣諸島周辺の接続水域にまで範囲を拡大した場合には、昨年末からほぼ毎日航行が確認されている。今回の中国海警局の船舶による領海侵犯行為の始まりも、同日朝に同局の4隻すべての船舶がまず接続水域を航行した後に発生しており、このところすっかり定番と化した関数ある4隻1セットでの行動で行われた模様だ。日本政府側の対応は、同日の午後に林官房長官が記者会見の席上において、中国海警局の船舶の日本の領海への侵入は国際法に違反する行為であり、外交を通じ抗議を行うと同時に、尖閣諸島周辺海域の警戒及び監視を継続する旨を表明した。林官房長官のコメントは、中国海警局の領海侵犯行為に対して非常に遺憾であると述べたが、これは、いわゆる遺憾法と日本のマスメディア各社が評する門切り型の反応であり、日本国内での扱いも特段大きなものとは感じられなかった。一方の県の中国海警局は、同局の報道官が従来通りの中国政府の見解にのっとり、尖閣諸島は中国固有の領土と主張しており、そこへでの船舶の行動は自国の主権や安全保障及び海洋権益を守るものだとするコメントを発している。その主張を前提として、中国海警局の船舶は自国の国内法に従って、今後も尖閣諸島周辺海域での警備活動と法を守るための行動を継続すると述べており、そもそも当該の海域は日本の領海ではなく自国のものだと強弁している。このように、全く日本政府と中国政府とは尖閣諸島周辺海域をめぐり、それぞれが立脚する立場をことにしており、どこまで行っても、この問題が平行線から抜け出す可能性は著しく低い、政治的な状況にあると言わざるを得ない。今回、日本の尖閣諸島周辺の領海に侵入を行った中国海警局の船舶4隻には、いずれに、木砲、機関砲とおぼしき武装が搭載されていた模様だと伝えられており、常態化しているこうした行為でも、1セット4隻の船舶すべてが武装しているケースは初めてではないかと目されている。こうした中、国会警備局の船舶の武装に対する表現も、日本のマスメディア各社は、その大半が機関砲らしきものを搭載していたとの言い方で表記しており、例によって、あからさまな断定は、避けた無難な表現にとどめている感が強い。いずれにせよ、中国側が、こうした中国海警局の船舶の武装をはじめとし、装備や送り込んでくる隻数や船舶の規模自体も徐々に増加させている傾向は強まり、こそすれ弱まる素振りなど見られないことから、日本政府もさらなる対抗策を迫られている。そうした中で報じられたのが、これら相次ぐ尖閣諸島周辺海域への中国海警局の船舶の侵入頻度と隻数の増加に対し、海上保安庁では、これまでにない規模の排水量を持ち、多用途な運用を可能とする超大型の巡視船を建造する意向を表明した。この2024年6月時点で海上保安庁が保有、運用している巡視船は、最大規模のものでも、相当数でおよそ7350トンの秋津島や、
同7300トンの黎明型が3隻となっているが、これらをはるかにしのぐ排水量の船舶の新規建造が打ち出された。この海上保安庁が新造を目指す巡視船は、全長でおよそ 200.0 メートル、全幅等の数値は不明ではあるが、総トン数では、実に3万トンクラスの規模になることが報じられており、現行の秋津島やレイメイ型と比しても、総トンは4倍以上になる計算だ。海上保安庁では、ちょうど今年2024年4月、1992年4月から32年間にわたって就役させていた大型の巡視船、四季島を老朽化に伴い退役させており、この四季島は、就役から2015年に中国海警局の船舶が就役するまでは、世界最大の7175トンの総トン数を誇る巡視船だった。巡視船、四季島の船名は、最新型の大型巡視船である、黎明型の4番艦に引き継がれ、新しい四季島もこの、今年2024年3月には進水を終えており、2026年中には収益を行う予定で準備が進められている。現時点では、今年退役を行った初代四季島の改良型と位置づけられる秋津島が、総トン数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの船体を持ち、海上保安庁が持つ最大規模の船舶となっている。ちなみに、海上自衛隊で、現時点で、最大の規模を誇る艦艇といえば、ちょうど、航空母艦化改修の途上にある、出雲と加賀の、2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であり、最大で、各種の回転翼機を、14機収容可能なキャパシティを持っている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊で最大規模の艦艇というだけあって、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルと、元より他国の軽空母並みの艦隊を有している。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を施され、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇となることを目視し、着々とその準備が進められているが、最初からその道のりが確定していたわけではない。まず、海上自衛隊では、大隅型輸送艦3隻を1998年から2003年までかけて就役させ、同隊として初めて全通式の飛行甲板を備えた艦艇として、外艦は航空母艦しかとした同艦を配備することで、世論の批判をかわす足がかりにしたといえる。続いて、海上自衛隊では、大隅型輸送艦において、全通式の飛行甲板を装備する艦艇の地ならしを終えた後、2009年から2011年にかけて、同様に、全通式の飛行甲板を備えるヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を就役させた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 13,950 トン、満載排水量でおよそ 19,000 トン、全長で 197.0 メートル、全幅で 33.0 メートルほどの規模となったが、これが、ベースとなり出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造に行き着いた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、次の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、周辺諸国への配慮と日本国内世論に留意する形で、その建造と就役は進められ、災害時には多数の回転翼を用いての救助や救助者の収容が行えることが強調された感はあった。そうした災害救助任務への従事も行える点をヒューガ型や出雲型は、日本において、その必要性を認知されるためのポイントに、用いた艦は否めないが、そもそもは、仮想敵国の潜水艦を封じ込めるための対潜哨戒任務が主要とではある。今回、海上保安庁が新造を決めたという、新型の総トン数3万トン超とも伝えられる排水量は、実に海上自衛隊で最大規模を、誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦よりも大きいが、その外艦等も、未だ定かとはなっていない。
これほどの排水量を持つ点を鑑みれば、その新型の巡視船は、広い飛行甲板を備え、多数の小型のゴムボートを収容する形式になると、個人的には思え、海上保安庁所属の船舶ながら、大隅型のようなドック式揚陸艦に近い形になるのではないかと推察している。これまでの報道によれば、この新型巡視船は、回転翼機を少なくとも3機搭載可能で、ゴムボートは数十隻、艦内にも、1500名規模の人員を収容する能力を備えるとされ、南西諸島の有事の際には、懸案となっている住民の保護にも活用が見込まれている。